ちらの消防本部には空間放射線量を測定するモニタリングポストもあります。こちらのモニタリングポストがマスコミなどに公表される、日立市の公表地としてこのデータが使われています。先日もこの公表地についてはおかしいんじゃないかということでね、撮影しました。で、今回の撮影はちょっとね、ネットで要望がありまして、測定するところ、まあ実測するところは編集なしのノーカットにしてくれということなので、今回は、編集なしの、ノーカット、実測部分を、ノーカットでいきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それでは、目の前に見えるモニタリングポストのデータと、こちらの、市役所から借りてきた堀場の線量計の、データのね、比較をしてみたいと思います。ね、それでは見てみたいと思いますので、スイッチ入れて、はい、ね、今実測に入るところです。モニタリングポストのデータは今 0.052、はい、0.052 マイクロシーベルトあります。こちらか、はい、ね、現在モニタリングポストのデータは 0.052、 ちょっと見づらいかもしれないんですけども、0.052 マイクロシーベルトあります。はい、こちら今実測の方が終わりまして、ここからですね、市役所の方では、1分間データを見てくれというので、こちらに今ストップウォッチ、ちょっとね、反射しちゃって見づらいんですけども、はい、こちらで今1分間ね測ってみたいと思います。現在のところは 0.144 マイクロシーベルトあります。ちょっと見づらいんですよね、これね。0.156、ストップウォッチの方では今38秒経過して、まもなく40秒経過します。 0.153、 0.143、これ見づらいね。まあ、1分が過ぎました。今のところ 0.135 ですね。こちらのモニタリングポストの撮影においてなんですけども、なぜかね、敷地に入って他の線量計と比較しては撮影はいけないというのをね、以前に言われました。したがって、消防署に面しているこの歩道の上でね、歩道の上で、まあ、測定をしています。 0.130、 0.126、はい、0.130、 まあ 0.13 ぐらいなんでしょうかね。今のところですね、実測開始してから2分が経ちました。ではこちらは一回切り、ストップウォッチ一回切ります。 0.129、 0.129 です、まあ、0.133、 ちょっとね今日風が強いです。はい、これ市役所から借りてきた、線量計です。でモニタリングポストの方は、現在 0.052 です。
はい、じゃちょっとね場所を、ずらしてみますか。もうちょっとバックしてみて。この辺ね、この辺、この辺で、じゃあもう一回リセット。はい、リセットしました。こちらもね、ストップウォッチもう一回。ストップウォッチの方をね、一度、リセットしました。まもなく実測の方に入ります。はい、今実測入ったんで、こちらも、ストップウォッチの方スタートします。入りました。それでは1分間の計測をしてみたいと思います。現在のところ 0.137 です。このモニタリングポストと現在計測している位置の距離はだいたい、そうですね、15メーターはないと思いますね。10メーターから15メーターの 間でしょうかね。そのぐらいです。37秒38秒、まもなく40秒経過します。地上高は約、コンクリートの表面から1メーターのところです。真下には側溝の蓋があります。はい、ストップウォッチの方で見るともう、1分は優に過ぎました。はい、現在 0.151 です。はい、モニタリングポストの方は、0.052 です。モニタリングポストのデータの方は 0.052 です。まもなく実測から2分が過ぎました。2分が過ぎました。今のところ 0.148、0.148 です。はい、これが実際モニタリングポストと、空間線量計で測ったデータが乖離しているというところです。先日もお話ししたように、福島民友の方で昨年、新聞の記事になったその過小表示、はい、あと今週発売じゃなくて結局先週発売されたフライデーではその記事がなんか出てるようなことを出てた、ツイッターで見かけたので早速ねそのフライデーを探しに行きたいと思います。